おい、すみません TV チャンネルです。今日は栃木県足利市にまたやってまいりました。そしてシナモンガーデン、ガーデンというまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないみたいですけども、今までにないっすよこういうのね。え、うん、はい、じゃあ早速行ってみましょう。行きましょう。おい、レンガ造りだ。本当にガーデンって庭がありますよね、うん、そして全然ゾウさんがいたりとかないですね。いつもの雰囲気が国旗もないですね。珍しい。全然なくて。入り口もおしゃれ。おしゃれな感じなんですが、うん、行ってみましょう。はい。はい。草花の思いが詰まってるんですね。多分ね。はい。ガーデンですから。お、ガーデンだ。多分レストランだったんじゃないですか ね。何かの。居抜きっぽいですよね。こんな感じで。オープニングアワー。11時からやってる。結構頑張って。行きましょう。こんにちは。ヘロー。アイモア。アイモア。名前ガーデン。サミタ。サミタ。サミタさんです。サミタさん、オーナーさんね。あ、オーナーさんない、国産、国産、シェフ、シェフ、シェフさんのサミタさん、サミタさん、はい、じゃあいただきましょう。ほい、ランチなんですけど、今日ランチプレート頼みました。来た、お、来た、うわ、でかいランチプレート。え、あ、カレーと別々なんですね。はい、これはメインですね。なるほど。わ、結構豪華。マトンで、メガ、メガ豆カレー、豆カレー、パリップ、パリップ、はい、メカナス、バトゥ、ナス、バトゥカローライ、カラーラってあの魚ですね。魚、魚とナスの、ナス、はい、カジュイグリーンピース、カシュナッツ、グリーンピースのカレー、キャロットサンボール、キャロットサンボール、はい、キャロット、はい、レッドアニオン、はい、これ結構食べる。このシリランカゴトコラサンボール、ゴトコラサンボール。ハリハリ。これシリランカナチャール。お、アチャール。チャール。シリランカチャール。おお、結構豪華じゃない。ババダンと、ババダンとライスはキリサンバ、ね。キリサンバライスね。はい、キリサンバってこういう。あ、米が違うんだ。米がね、ちょっと日本米みたいですよね。なるほど。はい。そしてこれはマトン。マトンカレー。マトンカレーです。美味しそうですよここ。はい、ここは写真撮る思いの他に。シリランカチキンカレー。チキンカレー。これ辛そうだね。こっちは一緒ね。おお。サラね。サラ。シーランカカレーちょっとサラ。シーランカカレー。ちょっとじゃなくて、ちょっと。たくさん辛いがいい。ハッピーゴダブサラ。カナ。おお。プロ。プロ。ありがとうございます。うまそうじゃないこれ。ここかなりレベル高そうなんですけど。早速いただいてみましょう。見た感じはすごく美味しそうな感じでございますが、ではまず最初に恒例のこれのパリップチェック、パリップチェック行かせていただきます、はい、パリップチェック、どうでしょうか。おー、優しそうな雰囲気を、はい、醸し出してます。う、ね、うん、優しい優しい、いいですね、はい、そしてナスとガラワラタ言ってたんで、干し魚、これあんまないですね、今あんまないですね、はい、だから文字ではない、文字ではない、うん、まあ、スリランカ感が、干し魚感結構ある、うん、多分干し魚、これスリランカの干し魚、あー、実際にそっちのも使ってる、多分モルディブフィッシュみたいなやつ、カラワラっていうのはね、もうちょっとでかい魚、でかい魚のカットしたような、結構食べ応えのある感じの魚の、煮干しじゃないんですよ。あー、なるほど。そう、だからちょっとね逆にしょっぱいスリランカのだと思うんで、さあ、そしていやこれ美味しそうね、カシュナッツ、これ美味しそう、そうね、これもカシュナッツもスリランカも、うん、うまい、これは全然辛くなくて、辛くなくて優しいお味だ、うん、甘いぐらいな、甘いぐらいな、うん、さあ、そしてキャロットサンボ、見た目も美しいよ、そうですね、玉ねぎとか入ってるね、多分ね、うん、いい匂いする、やっぱりね、香りすごいそれ、スリランカ感があるね、やっぱりちゃんとしたシェフなんだろうね、どうやって失礼だけど美味しい、そしてゴトコラね、ゴトコラサンボル、すごくさですね、はい、いいですね、フレッシュな感じで、うん、うまい、はい、そして新原アチャール、新原アチャール、新原のアチャール、これもあんまないよね、あんまないね、はい、これはガスラボね、ガスラボラッカーね、あ、パパイヤ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 、ガスラボってパパイヤなの、うん、パパイヤ、ね、美味しそうそれ、酸っぱ辛い、酸っぱ辛い、いいじゃないですか、そして米も、米だけいく、米だけいく、米がキリサンバだ、これもスリランカの米です、これ出すとこもね、あんまないもんね、ね、これまさにスリランカの米で
かなり現地度が高いんですね。じゃあ、これは期待がやばいですね、こりゃ。そしてカレーはこれマトンね。マトンです。マトンカレー、辛いのかな。チュッタッチュッタッ辛い。チュッタッ辛い。さあマトン、おお湯気出てるね。マトンどうでしょう。マトン、うん、辛い。辛い、ちょっと辛いで、辛いは結構辛いね。でもそんな辛くない。俺にとっては辛いけど、はい、あでもうまい。さすがな感じだね。間違いなさそうだ、うん、ぐっちゃんの顔が、うん、確実に美味しい顔をしている。そうですか、はい、辛いんじゃない。あれこれ、あこれ好きだ。シーラカチキン、シーラカチキン、ボンボンチキン、ボンチキン、はい、チキンです。ククルマ、ククルマです。はい、チキンです。辛そうじゃない。チキン結構辛そうですね。え、いただきます。はい、うん、うん、そんな辛くない。こっちの辛かった。うん、うん、もうちょっと辛くてもいいぐらいですけど。なるほど、うん、味は良い。はい、いいですね。はい、ということでいつものように混ぜ混ぜしていただいてみたいと思います。はい、じゃいただきます。ほい、おあ、すごい、なんかプリンっぽい。トラパン、はい、これも店によって結構変わりますね。変わりますね。キトルパニ、キトルパニをかけてということで。キトルパニって何でしたっけ。ヤシの花の蜜ですね。それをかけてると。なるほど。で、カシューナッツもかかってる。バトラッパンっていろいろお店によって違いますね。うん、素晴らしかったです。ここ美味しかった。ありがとうございます。多分シェフがしっかりしたシェフ。あ、ママランカーでガレガレタサムダイから。おー、タージサムドラっていうインド系の大きなホテルがあって、もうドバイとか、あ、いろんなところでシェフやってる。中東で働いてる人とか多いですね。こんにちは。あ、日本語達者な方が。はい。ありがとうございます。いつもこれかかってないでしょ。はい、かかってないパターンが多いです ね。そうですよね。あ、彼オーナーなんじゃないの、もしかして。はい、オーナーさんですか。そうなんです。あ、オーナーさんだ。オーナーさん登場。オーナーさん登場。YouTube 撮らせてもらってます。よろしくお願いします。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。ぐっちゃんです。あ、あ、よ、はじめまして。よろしくお願いします。オーナーさんは名前もか。名前は長いんですけど。ラジャさん。はい、ラジャです。ラジャさん、すごい美味しかった。セフすごいですね。楽しいレストランで。ずっとやってたんだよね。それがこんなところで食べれるってやばい。こちらいつオープンされたんですか？8月の8日です。8月8日、今年です。今年。で、ここは内装とか全部自分たち。自分たちです。ここ前何だったんですか？もともと花屋さんが。花屋、なるほど。いいですよね、雰囲気が。そう、ガーデンの感じが。場所が探してるよって言った時に、はい、あ、ここだ。あ、イメージがね。イメージが。展覧家の雰囲気があったから。緑の感じがね。はい。どうですか、お客さんは。今月の15日からまだ客が増えてて。スリランカ人の人が多いんですか。スリランカ人が多いですね。お客さんは日本人が、日本人が多い。半分半分ぐらい。でもね、結構美味しいからいますよね、みんなね。ミーターなんじゃないかと思いますけどね。うん、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。来るってありがとうございます。はい、ちょっと味見させていただきます。いただきます。はい、はい、おい、うん、すごい、この蜜の感じが、うん、蜜ですね。はい、ケトルパニ、ケトルパニね。そうです。はい、カシューナッツも、うん、うまい、すごい甘い感じで、さっきの辛いカレーを中和できる感じで。今日は足利市のシナモンガーデンさん、今年の8月にできたということで。オーナーさん、はい、オーナーさん本当美味しいから、お世辞とかじゃなくて美味しいんで、ぜひ来てください。ぜひ来てください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ほい、あ、やってくれた、すごい。